はい、皆さんこんにちは。3月の21日、いつも通り鶴見区川沿いお散歩なんですけども、実はもうお昼を過ぎております。オープニングを撮り直しております。本日いつも通りアマライトコーナーに走っていったところ、いいのがいくつかあったんですよ。その中でもビッグドリームを撮ったんですけども、まあ、ビッグドリーム1本じゃ皆さん満足しねえだろうということで、ビッグドリームからダンバインとおすすめのアマ日記集実践が実践再開まで時通し。いくつか候補あったんだけど、ちょっとね、主張を考えるとね、どうしようかなと思って、見てて面白いこいつかなと思ってビッグドリーム行きます。今でも置いてあるホールさんではぜひ打っていただきたい一品でございますね。ということで面白さなんですけど、とりあえず 77.7/1 と当たりやすいで、ラッシュ突入率は 33% と低いんですけど、その分突入したら継続率 75% で、次回までです。次回までって言い方はちょっと語弊があるけど、要は転落小当たり引くか大当たりの小当たり引くまで続く、こういうタイプは僕次回までって捉え方をしてるんですよね。要は2ラウンド通常出玉なしか各辺大当たりかっていう。で、右で当てた場合10ラウンド1回で終わる当たりと10ラウンド2回もらえる当たりがあるんですよね。カスタマイズもノーマル、にぎやか、ジャッジメント告知、これが先バレで入賞時ジャッジメント告知、これを入れると先バレ出たらもうジャッジメント、いわゆる当たりです。おー、来たー。これでジャッジメントでございます。まずちょっとジャッジメント告知でやらせてもらったのが一発目のジャッジメントでね、いろいろ説明しようかと思いまして、で、この基準と 77.7/1 で他の馬よりも当たりやすい。これね、77/1と99/1ってだいぶ差があるんですよ。3倍すると分かるかな。3倍すると99/1ってまあ300/1、これ3倍するとまあ220/1ぐらい、だからね、ライトミドルとミドルぐらいの差があります。で、この時パチコーンって開いたら行くんですけど、ここの時のドクロの煙がもっと強いとチャンスアップです。で、これはジャッジメントに行きやすい、だからこれにジャッジメント告知にしてなくてもジャッジメント行くだろうなっていう流れでしたね、今のは。あ、これ取ったか、一発目にいきなり。友の会を見てくださった方分かりやすいかもしれないですけど、サミーさんって1番2番のセグが消えてるといいボーナスである可能性が高いんですよ。今回1番2番消えてんですよね。どうだろうこれ。で、基本的に3択です。たまに2択来るんですけど、入る時も大体3択、2択なんか出ないと思ってください。そこが好きです。で、チャンスアップ出なくても行きます。で、チャンスアップはまあ、あ、ないね今回。だから僕がピクピク動いたり、ここのランプが強かったり、どこだと思う。で、ここでペイントかけて一番右の、あー、ここだった、やべ、いや絶対ここなんだよ。まあ決まってるんですけど、いや言ってくれよ、ピキーン、おっしゃいとー楽しい時間がある。さあ、これで継続期待度が 75% でございます。あ、やばい、ちょっと待って待って待って、ちょっと、あ、ない、今行ったら終わる、多分終わる、やめてやめて、よしよしよし、継続率 75% で転落技で59/1です。いいね、この曲、狂気の瞬間、俺に足りない、もう今足りないって言われても、いや狂気はあるんだよ、いった、やっぱね、しっかりと止めて、うおーっていう状況で打たないとダメ。1600、これで10ラウンドかけ2の大当たりです。いや、でもこの狂気の瞬間いいな。で、うわ、もう当たりやがった、早いよ。大当たりに結びつく当たりが約24/1、転落当たりが59/1です。ちょっとね、楽曲変えたくなってきた。ノーマルモード、保留覚醒モード、プレミアム、ボタンバイブとあります。あ、やばい、ボタンしてしまった、バイブしたら当たりです。で、文字が青くなったら死ぬサインです。あ、これちょっと待って、一回止めよう。ほら来ちゃった、なんか嫌な予感したんだよ。上がれ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 
よし、危ねえ。お前震えろよ、震えて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 、ちょっと変えたいんですけども、あー違う。だから、ね、こいつが震えない限りは当たんないんで、基本的に。だから青くなるのが怖い。あ、でも赤くなって、オッケーオッケー、赤くなってくれてもいいや。オッケー。で多分さ、あゆの先読み出た瞬間、その時ついてた堀はおそらくセーフなので、点滅2つも外すなよ。だって5してるからダメだよ。おっしゃおっしゃ、震えた震えたよ、やったよ、ママ58回転でさ。俺こ好きなのが、まあ、リアル、ある程度リアルだけど、100均で売ってそうじゃん、こんなの。ヤクモのこんなのでもいいんだよ。超でした。個人的にはどっかでマジで打ちたいとは思ってたんですよ、この台。マジでおすすめできるんで。77分の1。でまあラッシュ突入率は 33% だけど、まあ裏返せば200分の1ちょいでラッシュ入るんですよ。で何よりやっぱりジャッジメント告知でやってもノーマルでやってもいいんですけど、ジャッジメント告知が面白い。で通常あたりでもジャッジメント告知は味わえるので、宝箱出ろやって、ちょっと待って今、ちょっと待ってということで、俺この台ね、もう一回打ちたかったの、本音を言うと。でいい機会だから狙いました。はい、ちょっと打てそうな感じでもあったしね。でこの台は77分の1は大当たり確率が高く、ジャッジメント突入こそ 33% だけど、ジャッジメント告知は必ず楽しめるんですよ。で宝箱開けっていうね、あれを楽しめる。で短時間勝負にも向いてます。そこが素敵だなって。ここいっそ、もうやったぜ。しかも1600の方だ、でかい。おお、紙ストック保留に当たりが いますね。保留に当たりが いますよ。2367は多分弱いな、これちょっと違う、今の感覚が違う。いいのこれ、これクラシックかな。あーびっくりした、1、2が消えてるの。でもねランプが4つ連続してないんだよな。で 40% も20ラウンド2セットがあるので、 75% 継続程度、このね10セットぐらいはありえます。ここぐらいまではもちろん即死もありますけど、だから本当短時間お仕事帰りのサイプレーだけ打つっていう戦略がバッチリ当てはまる。77分の1だとさすがに引けずに帰るってのはそうそうないと思う。やっべ、これはね先読みなしで来やがったから上がらないと思うな。あ、チャージ完了までいったから落ちちゃうわ。ラストジャッジメント、ラストジャッジメント、いかねえかな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 、震えてねえ。また来るね。はい、また来ます。77分の1でこんなに出るよ。ジャイロ技研のジャイロです。で落ちてくるよね。これはジャッジメントに結びつきやすい演出です。ドラゴン4体に回り込まれたら宝箱、逃げ切れたこれがねそんないかないんですよ、多分ダメ。あ、いった、トルルも言ってくれた。あれ見えてるじゃん、あれ見えてない。え、ラッシュ取ってても紫ジャッジメントに止まります。言ってるでしょ、あるんでしょ。やったー、俺の純粋な心を持って遊びやがった。82回転。で光れ光れ2レインボー、嘘でしょ、日頃でダメなの。ここではない、ネギネギ、ギャラいくらかな、席を願い。あ、リーチだ。願いは必ず届くだろう。今保養でぎじったんですよ。保養は擬人ないんで、基本的に擬似た時点でリーチです。なんか今いい音したけど扉は基本的に行かないんだよな。でも落ちてこいや、多分落ちてきたろ。
さあもう行ってくれよ。初あたりはね引けてるんでいい感じです。あの、ね、突入しないのはまだマシだから、本当に思考詰めてるから振り分けのそのうち行けるから3分の1なんて。一番の地獄は初あたり引けねえだから、引けてりゃいいんだよ、なんとでもなる。ただ今5連続6連続で取れてないですね。ただそろそろ引ければ振り分け通り。なんで1個しかゆらゆらしてないの。でね、絶対ここ選ぶといねえから、パチンコなんてひねくれてるから、ここ選んじゃダメ。ここ選んでがっかりさせようとしてたはずなのよ。だからやられたって思ってるはず。だからあるで、これ見てろよ見てろよ、レインボーフラッシュ。本当にあった本当にあった本当にあったたまたまでございますちょっと早い早い早い、まだちょっとまだちょっと、ドーン、よし行こう。いや、サバちゃん違う。ああ、来た。えいやー、おっしゃー、やっぱスーラだよ、スーラ。あ、うん、ヤンフェイ、ヤンフー。4号機のアラジンエースで、あの、設定後の台を夕方譲り受けて打ったことあったんですよ。その1回だけ、打ったのは。怖くて打てなかった。こんな子は。でも、その1回でスーラ入れたんだよね。10ゲームで終わったけど、あの時の衝撃はまだ覚えてる。これはね、脳に刺さるんだよ。で、その後、パチンコのアラジンディスティニーとかでもやっぱこれ流れるんですけど、これは来るよ。おー、ストックした。そういえば、そろそろアラジン出さないのかな。あ、一応出たには出たか。あの、アラジンエースの復刻版みたいなのが。あれ、打ちたかったんだよな。ちょうどね、あいつが出た頃はロケも多くて打つ暇がなかった。パチンコのアラジンもそろそろ出してほしいんだよな。さあ、ノーマルモードでまた打っていきましょうね。ドーン、点滅通り、ダメか。いいよ、まあ先を見てるか。 OK、 青くならなきゃいいから OK。この役物いくらかかった。もちろん俺たちのサミーだから役物安いし、この台も安くしてると思う、うん、ぶっちゃけさ、俺これ多分30万で出せると思うんだよね商売から。あ、褒め言葉だからね、褒め言葉いいんだよ、しゃぼくて。へいやへいやへいやふぅ、はい、5台チェック。ほら上がって、あ、ダメだ、チャージ完了出ちゃってこうなったら多分上がんねえんだよ。おー、まあ十分出てくれたやつは出てくれたか。開けや、触れろ。また来るがいい。はい、ということで2機種目ダンブワイン行ってみたいと思います。でね、まずスペックからなんですけども、99分の1のアマーデージです。ラッシュ突入率はトータルで約 60% ほど。細かい振り分け言うと、まず 57% がチャンスタイム、時短の振り分けで、その時短中も30何分の1かで抽選してるんで、そこで自力でぶっ刺すのが一つ。もう一つは直行の ST、もう一つがチャンスタイムハイパーって言って、以後3回の大当たりが約束されてて、その3回の大当たりを取ってる間にバトル始まるんですね、ラウンド中に。そのバトルで敵を1回でも倒せればラッシュに突入という3つのルートがあります。で、そのチャンスタイムハイパーの場合、 50% を3回当てる間に通せばいいので、トータルの ST 突入率は 87.5% になります、チャンスタイムハイパーの場合ね。で、 ST に入ると継続期待で約 90% で、カスタマイズいくつかあるんですけども、フォトボタンオン、オリューバイブカスタマホ3以上で、これね、チャンス、まあ叫びチャンスとかにぎやか超激アツなし、息フラってあるんですけど、なしにしたい、本音を言えばなしにしたい。まあノーマルがね、ノーマルかなしがいいと思います。で、息フラをさ入れない方がいいってのは、このライでどっからでもぶっ刺さったりするんですよ。バトルリーチで、普通はバトルリーチってダンバインリーチやビルバインリーチに生かすための前半リーチなんだけど、そこで当たることもあるので、ダンバインリーチ、まあビルバインリーチに発展させるためのリーチでもあるけど、これもダンバインのままで当たることもあるのよ。そのどこで当たるか分かんないのを楽しむためにも、あのいきなりフラッシュとか先読みチャンスでやらずに、ノーマルか先読みなしで推奨したいですね。聖戦士王国青だけど、
ャンスだな。緑、これが保留の色みたいなもんです。赤になればチャンスで、テロップ赤もチャンスなんで、まあこれ発展はするでしょ。ダンバイン来ました。で実際唇とあのトッドは信頼度にそんな差がないようになってるんですけど、多分あれトッドとそんなに差はないですよ信頼度的には。でも実際打つと大きな違いがあるように感じますね。で赤のチャンスアップ出てる、これ強いですね。で大事な対戦相手もそうだけど、タイマー秒数が赤かどうかがかなり大事。キリンタイマーもあります。で秒数が60秒と長い上に赤のチャンスアップも出てるんで、ここで当たるかなって言おうとしたら当たった。このようにどっからでも当たる、40秒も残してたでしょ。これがダンバインの魅力なんですよ。ここでボタンがお前が震えればダッシュ直行。自分とよもらった。これが振り分け上 35% が取れちゃった。やっぱね愛だよ愛。お前初代ダンバインあれだけボロクソに言ってたらどれっていう声は聞かない。いつも勝てないからここで口火散歩をしに行くんですよ。僕はいつも通常時にボコされるからこの人に。さあダンバインラッシュ、へそで当たってる。これまあ落ちないんですけど、へそ落ちはないはず。2連続、2回転連続で当たり引いてましたね。あ違うわこれ ST、 あ一瞬にしたらそうだ、2回転連続で引いてた。ただへそ落ちはないか。いけよもう一丁。おっしゃ来た、赤だからこれはいった。はあ、お前もうここでしょ。じゃあ嘘でしょお前。はい、タイムですか。いいよいいよ、点滅でもやれる、やれるから。マジで言ってる、口火強え。ダンバイン即落ち、まだ分からんけど。でこの残り4回転の時はまずどっちが喋るか、赤セリフでカットイン的には大きいので、そこそこチャンスです。そこそこ左奇数止めてみたいね。あーこれちっちゃいね。ドン、おー全部だ全部だ、ワンチャンワンチャンワンチャンある、ワンチャンある。で、あ、ショーが頑張ることはございません。で、ここで押し切りゃ勝ちだけど、まあ大体ぶっ飛ばされます。押し切れよ。なんだ、当たってる時は避けて勝つことの方が多いです。ノーマルボタンでも行ったことはある。やる気あんのあいつ。お、チャンス、天杯のチャンスです。赤数字1か、でも天パって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  OK。 互角か。あんまね、でも攻防デンジャーとかあんま気にしてない。押し切れ押し切れ押し切ってみて、落ちろよ。お前が落ちてどうすんだよ。避けて避けて避けて、ワンチャンある、十分ある。あー暗い方、こいつ弱。おっ、赤数字テンパれよ、テンパれよ、テンパれよ、出せんなよ。やっぱクソワイかもしれないこいつ。ザオ当たってろ、ザオ当たって、落ちろ落ちろ。すいません、クソ大臣すいませんでした、すいませんでした。ザオ当たってました、すいませんでした、本当すいませんでした。あぶね、速攻力なかと思った。そろそろこいつら倒せよ。青、青堀は強いよ。ドン、ほら青は強い。さすがにもうザンホが当たってるなんてことは、よもやの、ま、間違いザンホぶっ刺さりとかない。唇の野郎。ジャイロ技研のジャイロです。おお来た。
まあ、そんなびっくりじゃなかったの、なんか来る気がした。やっぱね、ほんのちょっと遅れるぞ。で、うわ、切りフラ来た、もう当たったな。で、さっき、いきなりフラッシュは信頼度が 81% で、大当たり占有率は約 63% ほど。だから、さっきいきなりフラッシュなしの当たりが3割強ありますね。まあ、キリンフラッシュも強いけど、タイマー赤もだいぶ強いです。これは当たりましたね。195回転目か。これいい。ダンバーン、いいんだろうな。ハイパーの方だった。じゃあね、ちょっとくしびさん倒したいけど、多分くしびは、くしびさんだよ。やっと俺はくしびさんについに2勝目を挙げることができるのか、よもやの外れなのか。いや大丈夫だろ。トロッパ、え、ちょっと待って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 、おい、ちょっと待って、え、なんでビビってんのって思うじゃん。いやマジでやべえから、これ外れる可能性がちょっとだけ出てきた。いや大丈夫だよね。やったね。だからね、こいつの信頼度的にはとっとと、さ、そんなに差がないように見せかけてて、あのね、でもね、くしびさんね、そんなね、俺の理屈をね、証明しなくてもいいの。この台こそ信頼度読み上げサイサイライターが打っちゃいけない台。とっとと差異差がないからっつって、っていう人はやっぱ段番を分かってない。じゃあなぜ信頼度にそんなに差がないのに当たる時にあの人ほんと出てこないのよ。ちょっと信頼度おかしいなって思うんですよ。でもね、キリンフラッシュ鳴らしてハイパー行って外れるのはちょっとどうかと思うんですけど、くしびさんはね、テロップが白緑赤金ってあるけど、口火ぶっ倒すんだったら赤にはならないと無理。これで1勝6敗かよ、あいつ口火開いて。次こそ当たってくれよ。いきなりフラッシュ326回転目っすね。何度も同じこと言ってるようだけど、ここまでハマることは1日中あります。というか、ここまでハマるのが当たり前だと思ってください。で、これで勝てますから。300ハマってもしっかり下回ってりゃ余裕で勝てます。余裕は言い過ぎかな。あ、しかもフェラリオが2人2匹飛んでるから、これ大チャンス変動ですね。これは熱いね。え、賭け2は基本的に外れです。賭け3以上に行きます。もう一回閉まります。絶対に閉まる。嘘でしょ。初めて賭け2でこうなった。あ、じゃあこれ激アツなパターンかもしれない。賭け2だと普通ここまで行かないんですよ。ノーマルで終わるんです。だから賭け2でここまで行った時点で大チャンスかな。で、緑で割る。うわ、キリンさんだ。キリンさんタイマー出た。フェラリオがぐるぐる回ってるんで、逆言うとここでは外れない代わりに、ここで当たることもないですね。まだ回ってるんだったら、あ、じゃあここで保留に突っ込んでくるわ。あ、トッドか。やっぱね、口火が選ばれねえんだよね。もう保留に飛ぶはずだけど、フェラリオ。そうだよね、赤テロップは OKOK 赤、これでとどめですね。テロップはね、せめて緑にはなってないとちょっと怖いです。夢でやったまるか。は？これキリンタイマーも出てんだけど、復活だろこんなの。やった！今のは外れた理由がわかんねえんだけど、息フラあるなしな関係なく、え、賭け2で、賭け2が原因？いや賭け2であなたらあっちいいと思うんだけど。で、キリンタイマーだったよね。で、トッド赤テロップだよね。97、8%ぐらいあるんじゃないの今の。まあ行ったか。もうどうせなの、口火持ってこい。口火しばいてやるもん、あの女。トッドか赤タイマー。いやー、これは厳しいな。厳しいっつっても当たんねえってわけでもねえか。いや、ちょっと赤いのくださいよ。あー、ボタン2つか。シュン
追加が来た。あるかな、追加が。あ、このまま当たるかもしれない。当たるとしたらこのまま当たるって思ったけど当たらなかった。あ、当たったね。落ちるよ。飛ばせません、飛ばせません。で、これで当たるんだね。で、今ここで当たるって言ったのが秒数追加があったからですね。348回転。狙って狙って。さあ、チャンスタイムか、チャンスタイムハイパーか。ハイパーくんねえかな。面白いんだよハイパー。そうそうくれないけどって言ったらくれる。ないんですね、フェラチオさん。で、この時はへそ保留の場合、電柱保留の回転数変な、これへそで回したらどうなるんだろう。皆さんこの時短無理だって思うでしょ。引けるもんなんですよ。これ32分の1なんですよ、 ST 中。ということは10倍にすると321分の1みたいな。もう時短7回転プラス残保留4回転で11回転分、10倍回すにすると110回転。だから321分の1、まあミドルタイプの、時短100回転ちょいの引き戻し期待度はあります。だから現実的に引けます。ドン、最終頼む、テンパリアン、いけいけ、塩押し切れ押し切れ、落ちろよ、震えろ、震えない。そんなホーミングミサイル避けろや、震えろ。このパイロット役立たずなんですけど、復活とかない？押しねえよ。はい、扉開け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 、開いてよ開いてよ開いてよ、バイブしてよ。ただいま。ギャラいくらかな。押してみろ。竹さん行くべ。これこれでやっとチャンスって感じです。掛け音は行ったことないんだよね。いつも負けてんじゃねえかおめえ。いい音したな。バトルか、ダンバインか、バトルか。20、いやーちょっと少ねえな。あー落ちろよ落ちろよ落ちろよ、伝わった。ここに当たるんだ。やっと見せられた。これ落ちろよと言うたら落ちた。これがねこいつの魅力っすよ。おい、いいか、誰したしたから、ここは震えて。おい震えねえよ。2、3、4、6、7、8、4つ連続してたら強いんだよね。2、3、4、5とか、サミーさんのセグって。ちょっとハイパーくれ、ハイパー、あれ楽しいんだよ。ハイパーのチャンスすらよこさなかった。あ、この時は息フラないよね。よかった、この時息フラだったらつまんねえよ。テンパれ、よし。で、テンパった直後に当たることもあります。互角か。おい、押し切れ、これはワンチャンあるで、押し切るべ。あの、いい加減勝てや、お前。これで7回目ぐらいじゃないですか。そろそろ避けるっしょ。お前、船から降りろや。すいませんでした。よっか、やった。船から降りなくていいです。ありがとうございます。敵将黒騎士打ち取ったり、よかった、当たった。しゃあ、お、いいねいいね。あー、白じゃちょっとダメかな。あかんか。そうだよね、先バレとかないよね。よし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 。こいつの右に先バレだったらしばくからよ。いい、先バレなんかいらね。できれば先読みなしが欲しかった気がする。白だけど、どういった。気持ちいい気持ちいい。もうやめよう。ゲッタンゲッタン、ダンダン。 いったか、いったな。よし、落ちたよ。
ちょっと待って、お前の魅力はそんなもんじゃないはずだ。ここでこれで当たって、これで当たって、これで当たって、よっしゃ赤い、これはいったべ。嘘だろお前、赤で外れんのかよ。あ、先読み、これを、これこそいったか、いけよ。嘘だろお前、あー青方、青方頼む、いけ、よっしゃ、あー危ねー、結果的にうまうまなところで当たった、しかも3、ナムさん赤、うわーん、あーダメ、あ、後ろ行った。これはね本当に程よく比率けていいです。ビッグドリームもね、初当たり確率は高めだからチャンスも多いし、それでいて連すれば結構な球もらえるしね、帰りちょっといいご飯食べられるぐらいにはなるし、いけよ、連打連打連打、おーよっしゃ、落ちたよ。これが例えばリミ、あのラッキートリガーの台だったらもうギリつきはすごいけど、それなんでないばっか打てたら精神崩壊するから、これぐらいがもう一回、よっしゃ、これは言ってくれよ、外れる、まさか赤を、またよし、さっき一回赤外れるだから恐怖症になっちゃった。ナイスです。2、あーでもいい、あ、そんなんやった、あったぞ、よし、なんか来た、オッケー、これいったべ、カウントダウンも今あったよな、嘘だろお前、おお、そうだよな、オッケーオッケー、よし、おっしゃ、あ、一発一撃なら、よし、あ、やった、当たりだ、3だった、あ、復活です、復活です、3だもん、ありがとうございます。おお、いったいったいった、おお、当たった、 X ラウンドいただき、おっしゃ、当たったね、アマでしょこれ、だからね、アマは当たったら嬉しいで作るべきなんですよ。でこれ当たったらもうほんと嬉しいで作られてるからいいですよね、素晴らしいですよ、で褒めたら当たるんですよ。イエス、上位、ダメくせえ、ダメくせえ、よし、褒めたら当たる、さあこっからよ、こっから残り30切ってから本番、よし、いいよ、赤、そのままよし、落ちたよ。最近ラッキートリガーの台とか打って感覚狂ってたけど、僕が学生とか、まあ、20代前半の頃とかってこれぐらいの球のやり取りだったんですよね、パチンコ、まあ現金機とか羽物ばっか打ってたってのもあるけど、やっぱ1万発の壁は高い方がいいね、やっぱ数千発のやり取りが一番打ってて楽しいかな俺は。だからスロットはノーマルが好きなんですよね、ノーマルばっか打つのはそこもあると思う。だからさ、ほら大谷さんの通訳が何百万ドル、最初何百万って聞いて、あ、数百万かと思ったらドルって文字を見て、はっ、これ奥行ってるやんけって思ったけど、僕はああいうギャンブルは一生涯できないだろうね。なんでああいう風に自分の裁量を超えたギャンブルができちゃうのかわからないんだよな。破滅までは絶対かけられない。それは僕の競馬の馬券の買い方見りゃわかると思うんですよ。だいたい2000から4000ぐらいで楽しんで、たくさんかけても2万が限度だね。1レース1レースに2万かけるって他のレースやんないから、だからちっこいんですよ俺人間が。だからこれぐらいのやり取りの方が実際は好きだったりする。さあ ここら、よし、これで当たってくれる、うまい、青頼む頼む、いけ、うっそだろおい、復活復活復活、うっそだろ、あそこで青外れは痛えよ、男打ちいったやん、うわーマジかー、今のは痛い、落としてやるこの野郎。とはいえ324連ですね、ラッシュは30ですけど、24セット6000発、まあ表記6700発だったら上出来か、おテンパれ、これテンパんねえとストレスなんだよね。赤数字5って強いんじゃない、ちょっとテンパれよ、おい、赤セリフ化しよう、いやーテンパんねえかな、どうだ、うわー、さっきの青本外れいて、とはいえ満足しなきゃね、開かねえかな。
最後の堀当たってろ。当たってね。ギャラいくらかな。押してみろ。はい、で店内ですけども、ビッグドリーム気づいてくれないか。でどっちも十分楽しめました。なんでね、ダンバインもねよく開いたなと思いましたね。打ってみたら十分が溜まってくれて、あとシンフォギアのアマと銀河鉄道、あと数機種あたりありましたね。多分そのうち座るんじゃないかな。とある魔術のライトも満発、あとシンフォギアアマも満発いってますね。でアリアがついに行きましたね。でこちらもねお客さんが座り始めて、やっぱ望郷星とリゼロセカンドシーズン、そしてリゼロ鬼がかりですね、こっちに注目といったところで、でやっぱ強いのは延々フル稼働ですね。延々がで6万発出てるよ。で1万発オーバーも 1,2,3,4,5,6,7 台、2万発オーバーが2台、新エヴァから2万発1万発2台、エヴァ15も3台と。はい、お疲れ様です。でエンディングに入る前にお得な情報がございます。さあこちら鶴見区川沿い、なんと4月の10日にスロットを増大してのリニューアルオープンということで気合が入っておりまして、僕4月のその後にお散歩スケジュールがございます。それにもカレンダーが出てると思うんですけど、ツイッター上に何月何日に来るか、でその僕の、ね、予定はツイッターチェックしてもらえればいいと思うんですけど、その日は特にね頑張るとのことなんで、ぜひともその日有給を取っていただければなと思います。はい、ということでお得なお知らせが終わったところで、本日の結果、投資が500個、回収8000個、理想的なパチンコの勝ち方、こういう勝ち方ができたのがね20年前とか25年前だったんですよ。2000円から5000円、まあ1万円使わないぐらいで現金機ぶっ刺して、マジカルランプとかナナシーとかね、終日打って8000発流したとか1万発流したっていう、やっぱねこういうねパチンコをさせてくれたビッグドリームとダンバイには感謝しかございません。唇が強え強え、よく分かったでしょあいつの強さ。あれ本当えって思わなかったからね、あやっぱやられるんだって。であの後、まあ絵も足りたしってことでやめようかと思ったんですけど、未練打ちしてたんですよ。100回転だけ息フラ来たんですよ。で名前入り金保留来たんですよ。あもらったなと思ったんですけど、唇さん出てきたんですね。ダンバインリーチでまさかなと思ったら、ダンバインリーチでチャンスアップも強かったんで、このまま当たってくれよと思ったら発展したんですよ、ハイパーに。いやちょっとトットさんか、ちょっと黒騎士さん出てこねえかなと思ったら唇さん出てきたんですよ。まさかねと思ったらやらかしました。これで口火さん対戦成績1勝8敗、信頼度12%ぐらいです。今度打てたら口火さんをね倒したいです。というわけでまた次回さよなら。あいつ強え、いや生金でもダメかあいつ。だからこれがパチンコってやつ、わかる？あの流れで瞬発の動きがないんだって。流れをつかめないからみんな負ける。これ負けてるな。で、今つながり掴んでるでしょ。手も出ししないよ。これ来たから。